ギャップにおけるポラリトンの分散関係。赤線は結合していないフォノンと光子の分散関係。黒線は、フォノンと光子が結合した結果、LO フォノン、下分子ポラリトン。ポラリトンは、分極と電磁波の混合状態のことで、光学フォノンとフォトンとのカップリングによって生成される、坊主純粒子のことである。理論上、光などの電磁波は、真空中では、 何の干渉も受けない純粋な電磁波として、高速度で自由に電波できると仮想されている。しかし、現実には完全な真空といえる空間は存在しないため、光などの電磁波は常に物質と電磁的な相互作用を及ぼしあって、半分は光の波、半分は物質の波といえる、自由に電波できない状態になりながら伝わっている。 この状態のエネルギーの電波は粒子性を示すため概念上考えられる半分は光で半分は物質という混合状態の純粒子がポラリトンである自由を奪われているためポラリトンは高速度以下でしか電波されない高速度一定の概念は理論上仮想されているものに過ぎず現実の宇宙空間は完全な真空ではないため そのような純粋な電磁波の電波は起こり得ない。物理的に検出可能な光などの電磁波は必ず物質との相互作用を伴うため、ポラリトンの状態になっていない純粋なフォトンは仮想の存在に過ぎず、直接観測することは事実上不可能である。厳密に正しいとは言い難いが、物理的イメージとしては以下のようなものである。 電磁波が物質内に入射して分極が生成されると、その分極は再び入射光と同等のエネルギーを持った電磁波を放出する。さらに、その電磁波は分極を作る。このように、電磁波と分極がエネルギーを交換しながら、物質中を伝播する現象及びその物理的、量子状態がポラリトンである。部分的に分極であり、電磁波でもあり、 特定の時間、空間で、どちらの状態にあるなどという解釈はせずに、その混合状態として取り扱うのがポラリトンである。分極と電磁波を個別に考えるのではなく、その混合状態をポラリトンとして扱うことによって、全く異なる物理が見えてくる。分極とフォトンのカップリングの中でも、光学フォノンと電磁波によるものを、フォノンポラリトンと呼び、 霊気子と電磁波によるものを霊気子ポラリトンと呼ぶ。分局の式とマクスウェル方程式を連立させることによって得られる。ポラリトンの状態になると光の速度が低下する現象を応用すれば機体を用いた量子コンピューターが実現すると考えられている。ハーバード大学物理学科のレネハウ教授の研究チームは摂氏霊下273.15度に冷やした。 ナトリウムガスを用い、ハーバード大学天文学科のロナルド・オルズワース講師の研究チームは、摂氏70度から90度のルビジウムガスを用いて、機体の中に光の信号を閉じ込めたり取り出すことに、ほぼ同時期に成功している。これらの実験では、容器に閉じ込めたガスに、スイッチの働きをする、レーザー光線を照射しながら、 約10マイクロ秒の光のパルスを入射させ、スイッチ用のレーザー光線を切ることで、光のパルスの電波速度を低下させる方法をとっている。再び、スイッチ用のレーザー光線を照射すると、元通りの光のパルス信号を取り出せることが確認された。リンハウ教授のチームの成果は2001年1月25日付のネイチャーの市場で、 ロナルド・ウォルズワース講師のチームの成果は2001年1月29日付のフィジカルレビューレターズの市場で紹介されたことによって光の信号を止める技術の発見として各種新聞紙面上などで報じられた当時行われた実験ではパルス信号を閉じ込めることができた時間は500から1000マイクロ秒であったこれらの基礎研究を踏まえて プラズマ状態の機体を用いた量子コンピューターの開発に向けた応用的な試みが今も続けられている。光と物質の相互作用を応用する分野はポラリトロニクスと呼ばれている。半導体微小強振機中でナノメートルスケールで精密に制御できるようになってきている。ポラリトンレーザー発信機の一例としてはガリウムヒ素発光ダイオードを。 ポラリトン状態にして直接発酵させることに成功したケースなどがある。近年このようなポラリトロニックデバイスの開発が盛んになっている。ありがとうございます。